はい、えー、本日は令和2年5月8日金曜日、現在22時15分でございます。そして、本日は、えー、浜田聡参議院議員が、えっ、ー、と、特別委員会での方で、えー、まあ、質問を、NHK 問題を取り上げて質問をしてくださってました。ありがとうございます。えー、まあ、あの、内容に関してはね、本当にもうおっしゃる通りということで、まあ、スクランブル放送課のね、提案も、えー、していただいておりましたし、あとは、あの、ま、法務員ですね、えー、NHK の集金に、 えー、まあ、この、えー、まあ、訪問行為をもなくすために、まあ、スクランブル放送化という話で、で、まあ人、集金入をえー、まあ、もうなくすとね、えー、人件費を削減する、うそしてまた、あの、コロナ、えー、ウイルス感染防止にもつながるということで、まあ、いいことしかないんじゃないかっていうような、まあ、お話をされてました。え、はい、えーえー、日々の活動、えー、お疲れ様です。今回のこの内容に関してなんですけども、あのー、現在、衛生契約をしてて、 で、受信料も払ってる方からのご相談をいただいた方で、やっぱり衛星放送は見てないんですと。衛星、衛星放送は必要ないんですと。まあ、地上放送なら払ってもいいと思ってますと。えー、まあ あの、払ってるというか、払、払ってもいいというか、ま、NHK をたまに見ることもあるので、ま、受信料は全然払いますと。ただ、その代わり衛星放送は見ないんで、必要ないんですけど、みたいな。あの、そういうご相談を、ま、今までたくさんいただいているんですけども。 まあ、あなかなかこのね、衛星契約から地上契約に切り替えるっていうのはなかなか難しかったんですよ。さ、それがですね、最近、ま、あちょっと私も、あの、ご相談いただいて、えー、ご担当、担当させていただいた方の、えー、からですね、お電話をいただいて、ま、あ話聞いて、で、ま、あちょっと個別具体的なアドバイスをして、っていうところがあったんですけども、あの、地上、衛星放送から、えー、地上契約の方に、えー、切り替えができております。はい。えー、もう内容に関してはね、まあ、もう特に、その、 うん。まあ、あんまりね、細かく、こと細かく言うと、まあ、情報がね、出てしまうっていうところもあるので、あんまり喋りたくないので、ええー、まあ、現在衛星契約をされている方で、地上契約にしたいんですっていう方で、まあ、ダメ元っていうところも正直あるんですけども、あの、一度ね、あのー、 もしちょっとそういうふうなお考えの方がいらっしゃるのであれば、NHK から国民を守る等の受信料不払い専用コールセンターにお電話をいただいて、まあ私、黒瀬伸クと言いますので、えー、黒瀬を示していただいてですね、あのー、 お電話いただければなと思います。えー、問題解決できるようにですね、えー、ご相談、えー、乗らせていただきたいなというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。はい。えー、ということでですね、やはり、まあ、例えばね、そういったこととかっていうことも大切なことだと思うんですよ。自分にとっては必要ないですっていう。その諦めないっていうか、それを普通の感覚だと思うんですよ。 当たり前のごく、当たり前の感覚だと思うんですよ。NHK の受信料に対して、ね。うーん、衛星放送見てないから地上契約に変えたいねんけどなーって。別に払いたい、払いたくないとかそういうこと言ってるんじゃないやんっていうね。そういう希望があるのにもかかわらず、それをなんかテレビがどうだこうだっていう、まあね、そういうことを言われて、でもお客様にとっては関係ないわけですよ。いや、必要としてないんだから、みたいな。 何言ってんのみたいな。見てないし、みたいな。必要としてないのに、受信料1.8倍上がんのみたいな,ちょな。納得できひんねんけど、みたいな。いや、でも納得できるとかできないとか関係ないんですよ、みたいな。だからトラブルになるんですよ。だから NHK に対して、不、まあ不、不平等とかね。あの、怠慢とかね。NHK に対して理解できないんですよ。公共放送局として、あ、やっぱり、あの、スペースはちゃんとあるんだ。あるんですよ。 放送法の中とかでも、えっ、ー、と、衛星契約から地上契約に切り替えてもいいよっていうちゃんとスペースがあるんですよ。設けられてるんですよ。認められてるのにも関わらず、受け付けない NHK が悪いんですよ。当たり前じゃないですか。だって必要としてないサービスに対して必要ないんでやめてもらっていいですかってったらやめません言うんですから。でね、ちょっとね、不安になってる部分はあるんですよ、正直。 えー、私が今日ちょっと電話対応をさせていただいた方で、ちょっとこの人心配なと思ったのは、あんまりそこまで深く掘り下げなかったですけども、うーん、まあ、もうある程度ね、こうしてくだ、こうすればいいんじゃないんですかこうしたら、こうしていただければ、こうさせていただきますよっていうね、アドバイスはもちろんさせていただいてるので、深く掘り下げることはなかったですけど、やっぱこの NHK の訪問員を装った詐欺があるかもしれませんね。まだ。 まだというか、今後もあるかもしれないですね。うん。暗証番号って聞かれることあるんですかと聞かれるんですよ。いや、ないですよみたいな。いや、ないですないですってなるんですよ。ドキーッとしますよね。うん。だからやっぱり、まあね、一度あることは二度あるみたいな話もあるかもしれないです一度あるというよりも、たくさんあった中のごく一部という可能性もありますからね。去年の名古屋でのね、えー、っと、周期人の会社が、まあね、 あの、反社会的組織集団の人間と繋がって結託して高齢者からね、現金を騙し取っていたっていうね。あ現金じゃあクレジットカードの情報を、えー、盗み出してね、現金を引き出していたという、まあその事件がありましたけども、まあそういったことというのも今後もまあもちろんある可能性もありますから、まあちょっとね、やっぱりあの、もうこういう,もう時代遅れなんですよね。訪問活動っていうこと自体が、 うーんまあ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 、まあ、結局ねあの人たちの仕事もねいい仕事じゃないじゃないですか結局受信料を払ってない契約をしてない方に対して訪問して裁判になりますよって言いに行くだけでしょ言われる方も嫌やし言う方も嫌なんちゃうんかなって思うしねうーんなんかそのなんかね結局ポジショントークみたいなねなんかそういうような話し合いになってんのかなっていうねそんなんちゃうやんって思うんですよ そんなどうでもええやんて。て必要としてないんやから。いらんねんから、いりませんって。私は別に地上契約だけでいいですって。うん。なんなら私は NHK 見ないし、テレビ、テレビもほとんど見てないから、必要ないですって、普通のことっすやん。うん。これが認めれないって、どんな感覚なんてなるんですよね。 そういう、やっぱりことを変えていくっていうことって、やっぱ何よりも大事だと思うんで、ほんまにこの日本っていう国がね、なんかその、ちょっと勘違いして、もう本当にね、あの、以前ね、アダム・スミスの道徳感情論でも説明させていただいたように、共感というね、あの、まあ、そこに、えー、社会秩序が守られている原因があるっていうようなお話もさせていただきましたけども、めちゃくちゃ感情的に揺さぶられてる人間、めっちゃ、もうテレビで、もうガンガン映さす、映,映る、映る、なんていうかな、あの、報道する なんかそういうの見てるとほんまに悲しくなってくるんですよね。ああ、なんなんかなーって、うん、こういうのを流して、まあ、ほんまメディアとかね、あのマスメディアでゴミやなーって、うん、残念やなーって思うんですよね。大衆心理を揺さぶるというんですかね、まあ、情報操作して人間をなんかこうね、まあ YouTuber の方たちっていうのはね、ある程度炎上目的みたいなところがあるからね、まあ、ビジネスライクなところで、まあ、やってるんでしょうけどね、そういう演出みたいなところもあるんでしょうけど、まあ、ガチンコでやってる人もいるんかな、ちょっとわかんないですけど、まあでも、 基本的には炎上目的っていうところもあると思うのでね。まあ、あの、そういった部分があるとは思うんですけども、まあ、あの、とにかくですね、えっ、ー、と、NHK の受信料のことに関しては、もう、あの、こちら NHK から国民を守ると、えー、受信料不払い専用コールセンターご活用いただければなと思っております。えー、で、自分が考えていることっていうのは、えー、例えば、んまあ、そのね、契約を変えたいとか、受信料払わないようにしたいなとかって思ってることって、普通のことですから、 え、全然、全然、当たり前のことですから、もうそういうね、ちょっとね、なんか、あの、しがらみみたいな、古いような、古いというか、なんか植え付けられたような概念だから、もうさっさとごまごに捨てて、え、もう次の時代に、Here we go! しましょう、もう本当に。はい。ということで、えー、本日も、えー、動画ご視聴いただきまして、えー、ありがとうございました。以上になります。えー、それでは、東進行より、NHK を、ビッコー